横浜戦場デートです。です。はい。というのもですね、はい、まあ、今週の日曜日、うん、9月20日は、関東ツアーの横浜にて戦場ライブがあるということで、そ, うだ、ね、まあ、それにちなんでかな、うん、横浜戦場デートっていうのを今からやりたいと思います。はい。はい、で、この内容なんですけど、まあ、簡単に言うと、バンドさんに今から一人エチュードをしてもらいます。そう。うん。一人でこの横浜戦場デートを、はい。こう、相手がいると思ってね。デートを持って。そう、デートしていただきます。はい。だからみんなは、その、バンドと、デートしてる相手役を味わえるということなんですよ。味わえるね。はい。まあでも、まあ、そのままずっとさ、やるのもちょっと、難しいと思いますので、うんうん、いくつか設定をさせていただきます。はい。はい。まず決まり事を4つ作りました。うん。1つ目。山下公園の赤い靴の銅像前での待ち合わせからスタートしてください。からスタート。うん。そして2つ目。船のデートは彼からのサプライズという設定です。OK。はい。そして3つ目。うん。あとのこの間の流れは、彼にお任せします。お任せ、OK。そう、うん。そして、4つ目、うん。ラストのシーンは、デートのお返しの愛の言葉。はい。はい。パルからの愛の言葉で、そのデート終了となります。なるほどね。なので、これは絶対に守ってください。OK。そう。待ち合わせ場所と、うん、あとデートは彼からのサプライズってことと、うん、あと、ラストのシーンは、愛の言葉で締める。はい、っていうのを、そこはお約束ということで、これがルールです。わかりました。はい。なので、他の設定とか、年齢とか、うん、あと、どういう関係とかは、サルちゃんにお任せしますので、任せね。はい。なので、存分にデートしてきていただきたいなと思います。はい。はい。なるほど。というわけで、このエチュードは、バンドにお任せということで、はい、バンド、準備はよろしいでしょうか。はい。これは、ずっと、座ったままでいいの？いや、うん、任せるよ。任せるってこと？うん。OK。じゃあ、銅像の前で待ち合わせたから、ちょっと最初は立って始めたいと思います。全然いいよ。あと、なんか、ロマンチックな BGM をかけながら、うん、そうだね、せっかくだからね。よし。ちょっとね、さっき YouTube でちょっと調べてたんですよ。そしたら、ちょっといい雰囲気の BGM があったので、そちらかけながら、分かった。やりたいと思います。じゃあ、あとは任せてよ。はい。あとは任せておくれ。うん。これだよね。うん、これね。はい。じゃあ、はい、皆さん、今から坂東とデートです。楽しんできてください。じゃあ、それちゃんよろしく。はい。はい。おかしい。じゃあ、今から、設定だけ説明したいと思います。まず、デートする相手は、付き合って4年になる正社員の35歳の方です。平社員の35歳の方とパルは付き合って4年になります。その相手の方との横浜でのデートっていうことがバンドのこのデートの設定になります。なのでそれを頭に入れながらエチュードをやってください。エチュードをやりたいと思うので、温かい目でお付き合いくださいませ。それでは早速始めたいと思います。BGM をかけてスタートします。幸せ時間結構過ぎてるんですけどな、1時間半ぐらい過ぎてるんですけどね。はい。どこに行ってるの？もう夜も
夜も更けてきたというのに仕事終わってるはずなんだけどな。そうかな。なんかな。なんかな。あ、来た。もう遅い。何分待ったと思ってんの。どこだからね。ただね、今日すごい楽しみにしてきて、集合の待ち合わせの1時間前からもうここでずっと待ってたの。それプラス、何？ゆうじが遅れてきたから1時間半ここで待ったの。だから合計2時間半ずっとここで待ってたの。多分ずっと来なかったから、もう多分ちょっともうすごい怒られた。でも今日は付き合って2年目だから、記念の日だし、ちょっとこんなふふかしてるのもあれだから、ちょっと機嫌を取り戻すために、ただね、もう2時間半待ってたからお腹空いたの。だからとりあえずご飯食べに行こう。いい？で今日はゆうじの踊りでよろしくお願いします。遅れてきたわけだ。2時間半も遅れてきたわけだから、ゆうじの踊りです。じゃあ早速食べに行こうか。でもね、やっぱ今すごいお腹空いてて、何食べようかな。じゃあとりあえず横浜だから、食べ歩きしようか。食べ歩きしよう。今日はお家に入ってゆっくり食べるというのを、歩きながら食べて食べたい気分だから、今日は中華街で食べ歩きしようか。あ、ここに肉まん乗ってる。じゃあ姉のまだ肉まん取れないから、あんまんね、あんまんを2個買ってきて。ベンチがあったから。あ、もう食べよう。はい、せーの、いただきます。おいしいね。いっぱい。じゃあ今日はもう夜も遅いし、もうユージが2時間半も遅刻したから、もうそろそろさ、夜遅いし、明日も仕事でしょ。だから今日は早めに帰ろうか。じゃあもう彼帰るね。あ、もう一回行こう。じゃあもう彼帰るね。え、何？え、何？え？サプライズ？何？何のサプライズ？パル今日もうずっと機嫌悪くて、ちょっと今何も楽しめない感じなんですけど。サプライズ？サプライズですか？何のサプライズですか？船の上？船の上？でのサプライズ？船に乗るってこと？なるほど。じゃあ、え、もう行く？もう時間？じゃあ行きましょうか。じゃあ、船行きました。船乗ります。
ユージか。一緒にユージ役やります。今日は、はるかと付き合って。はるかと付き合って4年になるのに、俺の残業のせいで、お前を待たせてしまってごめんな。でもな、俺、実は残業じゃなかったんだ、今日。何をするかっていうと、実は、もう4年になるから、前にちょっと渡したいものがあって、あるものを買ってきたんだよ。ちょっと、目をつぶって、右手を出して。はい。これって結婚指輪じゃない？そうだよ。なんか俺は前のことが大好きだ。もう2年も付き合って今までいろんなこともあったけど、俺はお前のために一生を捧げたいと思っている。俺は本気なんだ。今日は前にサプライズをさせたかったから、前待たせてしまったけど、ちょっと付き合ってください。僕と結婚してください。どうしよう。ねえ、私ユージと付き合って4年になるけど、いまだにユージのことまだわからないし、今日だって、ね、遅刻したし、ユージを待ってる間、私は何回ナンパされたか。そんな時ユージに守ってほしいと思ってたのに、大事な時にでもユージは私のそばにいないよね。だから私あなたと結婚できないわ。微妙すぎる。悪いけどもう5年目だけど、あなたとは付き合ってられないわ。そうだろ。もうあなたとは付き合えない。だから私も彼ね。じゃあ今日はもうこれで終わり。今日をもってあなたと別れます。今まで、いろんなことがあったけど、私は楽しかったよ。だから、いろんな思い出があるけど、それはいい思い出として、胸の中にしまって、ユージも、もう社会人で35歳でしょ。自分と向き合って、35歳で、社会人から、せめて部長ぐらいまでやれるように、それから仕事だけを頑張っていってね。でも、私のことは、やめてください。さあ、バイバイ。終わり。嘘でしょ。何、終わり。嘘でしょ。展開ないのこの後。嘘でしょ。え、何、お約束はさ、愛の言葉で締めてましたけど。あ、なるほど。あ、そっか。よろしく。愛の言葉で最後締めます。ユージがもう諦めて、僕はダメだと帰ってしまいます。そんな時、はるかから
声が聞こえました。ゆうじ、ちょっと待って。これを見て。ズレ。ドッキリ大成功。イエーイ。ということで、今、いろいろ別れ話とかあったけど、それは全部嘘なんだ。だから、4年目になるけど、これからも一緒に人生のパートナーとして頑張っていこうね。ベイビー、35歳、社員。ゆうじは、野菜。かわいそうになってきちゃった。じゃあ、ゆうじと変わってます。ゆうじは、35歳になっても、野菜んだけど、これから、部長になれるように、一緒に頑張っていこうね。ファルも、ゆうじのことを、支えるから、これからも、よろしくお願いします。ゆうじさん、結婚してください。イエーイ、終わり。イエーイ、終わり。待って、疲れたお疲れ様です。いや、これ大変だったね。大変だったね。一人で演技は大変だよね。なんか一人で言ってもさ、反応する人いないじゃん。そうだよね。だから途中から一人二役になったんでしょ。これ無理だよ。いや、難しいよね。これ本当に。難しいんだけどさ、すっごいツッコミどころ満載だった。本当？まず最後本当に、私ユージの気持ちになって目標になっちゃったんだけど、平社員平社員言い過ぎね。すごいなんかユージの気持ちになったらなんかすごい、だって最後何回言った？35歳、平社員平社員、35歳とか言ったでしょ。あれはちょっと考えたかな。言うこと考えてたね。考えてたら、それをなんか繰り返して言っちゃったの。言うこと出てこなくて、なんて言おうかなって考えて、もうそれしか出なかった。出なかったね。いや、でも頑張ったよ。頑張ったと思う。あと、りょうが気になったのは、多分、船のサプライズ、手引っ張られたんだよね。そう。あの時の演技の下手さ。わかんなかったの、本当にわかんなくて。そう、あとそれな、右手出してって言ったのに、がっつり左手出してたよね。難しいよね。難しいから、わかるけど、なかなか面白かったです。本当？でもね、一人って悲しいな。悲しいよね。多分誰かが別に一人じゃなくてもう一人いたら、相手役とかね。相手役とかいたらやりやすかったし、もっといい宇宙とかできたかなと思ったけど、でもこの BGM も最高だったと思います。ね、この BGM だからこそ最後私がちょっとグッときたんだと思う。そうだから、BGM に合ったストーリーを聞きました。ね。いや、でも面白かった。結構ずっと笑ってた、私。本当？足で。みんな、ちょっと笑われちゃって、ちょっと笑いそうになっちゃった。何回もあったけど。なかなか面白かったよね、皆さん。ほら、こだわるな、平社員とか来てるよ。まあ、そう。平社員は、やっぱ、このエチュードの中で、結構、注目ポイント、平社員。なるほどね。そう。あと、なんか、結構わがままな子だったね。そう、わがまま。待ち合わせの1時間前とかに到着してた。勝手に1時間前に来てて、でも、ゆうじは残業って言って、1時間半待ってた。だから合計2時間半待ってたってこと。だから、やっぱり本当に待てないの。だから集合時間とか、待ち合わせ時間に15分遅れると帰っちゃうの。だから2時間半とかもありえなくて、でも、やっぱそういう設定にして、彼のそういうところも出したの。なるほどね。自分らしさとか。自分らしさも自分なりに出したの。出したの。あと難しい。難しかったね。でも頑張ったと思う。よかった。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。そう、見苦しい宇宙の見てくださりありがとうございます。いや、でも結構コメント来てたよ。本当。面白かった。